しかし、キリエの子は死産だった。ええ、アスムさんにはお兄ちゃんが生まれた。しかし、お母さんからは誰も、お母さんのせめて第二夫人の座に残りたいという最後の希望は絶たれた。そんなのをお首にも出さず、お母さんはお兄ちゃんとも親しげに接してたわ。ショックだった。あの優しいお母さんがお兄ちゃんにそんな負の感情を持っていて、それを隠し合わせてたなんて。憎かったであろうな、バトラが。でしょうね。もし死産がアスムさんで、お母さんの方がお兄ちゃんを出産していたなら、何か歴史は変わっていたかもしれない。もしもそうだったなら、アスムさんと離婚させて自分と再婚するようなシナリオを描きたいと思ってたみたい。それも随想録にか。ええ、だからこそそれは随想、妄想、涙で濡らしたシーツの端を噛みながらのお母さんの怨嗟。後悔は一点だけ。解任ですか？違う違う、私のおごりだけよ。ルドルフさんはもう私のものだから、絶対安全。あんなアスムなんていう小娘に負けるわけがない。彼女がバスや飛行機でギャーギャーわめくとき、私はその手配と経費を適正に処理できた。だから私は一番ルドルフさんに信頼されているとおごり高ぶっていた。恋って育むって言うでしょ。はい。間違ってないわ。二人で水をやり、世話をして育む、そして最後に結実するのが愛という実なの。知ってる？結実して終わりじゃないのよ。愛を収穫しなきゃ恋は成就したことにならないの。収穫って？それはジェシカちゃんが考えなさい。実らせても収穫しなきゃ傷んで腐ることもある。虫がたかることだってもちろんあるわ。いいえ、それどころかヌスッとが現れてもぎ取っていってしまうことさえもね、うん、ジェシカちゃんたち若い子の恋愛観は育むところで終わってる。それは甘いわ。愛を収穫しなきゃ恋は報われない。愛を収穫。それは一見愛し合う二人きりだけの問題に見えて、そんなことはないのよ。だからいつ収穫しても自由なんていう先延ばしは、ヌスッとに機会を与えるだけ。苦労して育てた実が翌朝にもぎ取られてなくなっていたろ。昨日のうちに面倒くさがらずに収穫しておけばよかったと後悔するはずよ。辛いわね、その後悔は地獄を這うわよ。私はこう、その地獄が18年で終わったから。だから私は自分を間違えない。あの人は私のものよ。もう逃がさない、手放さない、そして主に感謝する。その機会を与えてくれて、絶対にあの人を諦めないという絶対の意志に奇跡が応えてくれた。今の私はルドルフさんを私のところにつなぎ止めるためなら何でもするわ。そしてルドルフさんの敵には一切容赦しない。あの人が望むならば私は人殺しさえも躊躇しないかもしれない。18年目にしてようやくその決意を持ったからこそ、絶対の意志が奇跡を私にもたらしてくれた。奇跡はね、それを自ら成し遂げられる者のところにしか現れない。
スムおばさんが亡くなったことが奇跡。違うわ、そんなの全然奇跡じゃない。え？だって彼女が死ななければ私が殺していたもの。つまり彼女は必ず死ぬ運命だった。奇跡なのは彼女が死んだにもかかわらず私が自らの手を汚さずに済んだ、この一点に尽きるのよ。ごめんなさい。軽いアドバイスのつもりが怖がらせすぎちゃったかしら。この天気のせいね。軽く凄むだけのつもりだったのに加減を間違えちゃったわ。ジェシカちゃんの恋がどんなものかはわからないけれど、ライバルがいてお互いが譲れない状況ならばなおのこと、のんびりなんかしてられない。じゃないと私みたいになっちゃうわよ。女は恋のために人生で一度殺意を持つべきよ。世界中で母を名乗る全ての女がそうだったと断言できるわ。だってそうじゃない女は他の女に食い殺されて生涯を嫉妬と後悔の地獄で這い続けるのだ。私はその地獄に18年いた。私は幸運よ。たった18年で恩赦になれた。あの地獄には今も大勢の女たちがいて、死ぬまで出られないの。後悔する自分を自らの手で処刑しない限りね。なんていうか言葉もないです。エールを送るつもりだったのに、私ったら脅しすぎたわ。本当にごめんなさい。恋愛なんてもっともっと気楽でいいのよ。恋愛なんて本当に火遊び。誰でも簡単に気軽に遊べちゃう。そして間違えて大やけどした時、その傷が生涯残るんだけどね。じゃあ私はそろそろ戻るわね。今の話私たちだけの内緒よ。脅しすぎちゃったかしら。でも脅されて知る地獄の方が100倍いい。そこに落ちた時はもう手遅れなのだから。頑張ってねジェシカちゃん。ややこしそうな恋だけど負けないでね。たまには人生の先輩らしく振る舞えたかしら。ん？何？ジェシカちゃん。
とくけど、卑怯者だから不意打ちをしたわけじゃねえんだぜ。わけのわからないうちに一撃で、痛みさえ理解できないうちに終わらせようとしたのに。言ったでしょ？嫉妬の地獄で生きてきたって。刺されそうになったことの二度や三度あるんだから、わかるのよ。不意打ちの直前の雰囲気が。気配でわかったとでも？それプラス、一番最初の嘘かしら。嘘？だって、ゲストハウスから来て、ジェシカちゃんの部屋で本を取って帰ろうとしたら、ここでこの向きでは出会わないもの。あなたがその嘘をつく必要性について、チェス盤理論で想定した7つのケースの中で、最悪のものがこれだったわ。やるね。さすが、キリエおばさんだぜ。どうして？あなたは最初から私を殺すつもりだったわ。誰でもよかった。最悪だわ。キリエおばさんの話のおかげで吹っ切れた。感謝するぜ。すごいわね。さすがクラウス兄さんの子だわ。ボクシングでも始めたの？抵抗しないで、おばさん。頭一発。痛みなんか感じさせない。これは夢？私、寝ぼけてる？わけがわからない。恨んでくれていいぜ。でも私もキリエおばさんの言うように聞けないんだ。私も自分の声中途半端には終わらせられねえんだ。あなたは何を言ってるの？ねえ、何を言ってるの？何なのよこれは一体。誰か教えて！炎熱不要、重量不要、鉄鋼不要。さよなら。これは悪夢なのよ。
わけのわかんないの。これは悪夢だわ。悪夢なのよ。覚めて。早く。ああ。悪夢だぜ。それが望みなら、すぐに覚めさせてやるよ。一撃さ。動かないで。悪夢なのね。これは悪夢なのね。お願い、そうだと言って。ああ、悪夢だぜ。悪夢なのね、悪夢なのね。私が認めてやるぜ。これが悪夢さ。認めるわ。これは悪夢だと認める。だから、覚ましてやるぜ。一撃でな。このレビアタン、ここに悪夢の中だって言うなら、私の悪夢に出てくる友人がいてもいいわね。嫉妬の地獄の友人よ。危機一髪だったわ。ありがとう。感謝は早いわ。こいつ耐えてる。あいつを倒せる。無理ね。あいつ大悪魔の誰かと契約してるわ。不死身よ。それは愛ゆえに、だから不死身なのさ。はあ、愛よ偉大なる。我らの祝福する者に不死身ある。この赤い魔法の壁は破れる。ロノエ様も大悪魔。私じゃ無理よ。窓から逃げられる。窓もとっくにロノエ様の結界で塞がれてるわ。すごいわね。恋のために悪魔に魂を売ったわけかしら。よくもあんな大悪魔たちとこんなにも契約が。うっ、妬ましい。装甲不全、全部不正防御、攻撃反応装甲不全。